はい、えー、どうも、こんばんは、フレッドの恐竜チャンネルです。えー、今回はですね、えーと、ブックオフで買った恐竜フィギュアシリーズの、えー、第3弾ということで、えー、まあやっていきたいと思います。はいえー、今回ですね、ちょっとゴジラ系統もあるんですが、まずはね、恐竜の方からいきたいと思います。はい、恐竜動画たくさん撮ってるので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はいえー、というわけで見ていきたいと思います。はい まずはですね、これから行こうかな。えー、ジュラシックパークのフィギュア系統がですね、ブックオフで大量に入荷してたので、大量ってことじゃないな。まあ、結構な数入荷してたので、えー、買いました。はい。まずはこちらですね、えー、スピノサウルスのフィギュアになります。 えっと、多分ね、えー、っと、ジュラシックパーク3の終盤あたりで、えー、グラント博士たちがボートに乗って逃げているところを、スピノサウルスがやってきてみたいな、そこの下りを再現してるね、簡易情欄だと思いますね。えー、確かね、当時、タカラトミーから400円ほどで出てたガチャガチャだと思うんですけど、えー、結構安く手に入りました。はい、こんな感じですね。 スピノサウルスの造形もですね、まあ、あの、以前、海洋堂から出てた、あの、ペプシのおまけほどではないんですが、まあ、結構いいクオリティのものじゃないかなと思いますね。はい。えー、次です。えー、ティラノサウルスのフィギュアですね。はい。えー、こんな感じになります。えー、ゴールドのフィギュアなんですが、こちらがですね、多分ゲームセンターとかで取れるやつじゃないかなと思うんですが、 ちょっとわからないですねあんまりゲームセンター行かないんで、えー、ただねゲーームセンターの景品っていうのも結構ブックオフで見かけるようなブックオフとか、まあ、メルカリとかでね見かけるような気がしますねはい、えー、こちらですねえっ、ー、となんと言えばいいかなあのー、ちょっと遠くのブックオフのなんか恐竜コーナーみたいなところに売ってたんですけどえっ、ー、とコミュニティ欄の方でね聴者さんと話したんですが ちょっとね、あの、高めだったんですよね。高めで110円のものだけちょっと回収したような形なんですが、まあ、この T-Rex はこんな感じですね。はい。えー、なんかね、あのー、これね、もともと、あのー、D の 4D パズル ?4D パズルザウルスの方のね、えー、っと、フィギュアが元になってるような感じですね。はい。色はゴールドです。はい。 他はね、ま、あいろいろあるんですが、これかなこれを見ようか。えっと、シノケラトプスだったっけななんか名前忘れたんですが、えっと、ツノリエ類のフィギュアですね。はい。ブックオフのポイント消化のために買いました。はい。えー、こちらはですね、えっと、ミニチュアプラネットのやつですね。はい。えっと、ジュラシックワールドの炎の王国でね、登場したのがきっかけなのか、結構それよりのデザインじゃないかなと思います。はい。 えー、パキリのサウルスほどではないんですが、結構大きめの角が特徴的ですね。はい。こんな感じになります。まあ、躍動感のあるポーシングでね、すごいかっこいいんじゃないかなと思いますね。はい。えっ、ー、と、次です。ミニチュアプラネットも結構あって、えー、カルノタウルスですね。はい。これも同じ店舗で買ったような記憶がありますね。はい。えー、こんな感じなんですが、 えと色はね、青っぽいような色で、結構濃淡がある感じなんですが、はい、こんな感じですね。はい。はい、こんな感じです。結構躍動感のあるポージングでいいんじゃないでしょうか。はい。次ですね、ジュラシック・ワールドシリーズのミニフィギュアのステゴサウルスですね。はい、こんな感じです。 結構ね、このミニフィギュアシリーズでも、あのー、結構ね、あの、ボリュームがある感じのフィギュアなんですが、尻尾の付け根がね、こういう感じで稼働するので、まあ、ちょっと遊べますね。はい。こんな感じです。はい。次ですね。えー、前回の動画でも紹介したんですが、えー、ビロキラプトルのフィギュアですね。はい、こんな感じになります。はい。 こちらはですね、ミニチュアプラネットのフィギュアなんですが、結構ね、ジュラシックパーク寄りな造形というか、僕的に結構好きですね。はい。えー、こんな感じになります。はい。 え次です。ブラキオサウルスのフィギュアですね。はい。えー、これね、えっ、ー、と、多分、10年以上前に、下手すら20年前ぐらいかな、えー、トイザラスで売られていた恐竜フィギュアシリーズだと思うんですよね。えっ、ー、と、この色合い、この黒に黄色っぽい感じのペイントがついてるのはもろそれで、 えっと、何のシリーズかっていう詳細がちょっとインターネットでは出てこなかったんですよね。はい。えっとね、これに似た感じのそのシリーズっていうのが、まあ一応ブック後で何体か売られてたみたいなんですけど、欲しいものはね、ちょっと買いそびれてしまって、でしばらく経ってこのブラキオサウルスを見かけた感じになりますね。はい。こんな感じです。 え、こちらはですね、えっ、ー、とー、なんか、前足の方が小さいブラキオサウルスで、結構特殊ですね。はい。えー、こんな感じになります。はい。まあ、うーん、ものすごくクオリティが高いわけではないんですが、まあ、懐かしさも相まって、まあ、いい感じですね。はい。 はい、えー、今回も結構な数があるんですが、どんどん行きたいと思います。はい。次ですね、えー、テリジノサウルスのフィギュアになります。はい。えー、こんな感じですね。 えー、これはもともと白い日のテリジノサウルスだったんですが、えー、っと、結構な頻度でですね、まあ、造形をパクられることが多くて、えー、ブブ,ブコフじゃない、あの、トイザラスとかでね、売られている恐竜フィギュアセットでも、まあ、あの、セットの一部としてね、売られているような感じですね。はい。多分これトイザラスで入ってるやつじゃないですかね。はい。えー、っていう感じです。えー、っと、前足がね、 こう前のめりになってて、後ろ足もそんなに大きくなくて、まあ、発達してなくて、えー、結構ね、あのー、怠け者のような感じの見た目をしてますね。はいえー、こんな感じです。えー、次が、結構小さめのものが多いですね。はいえー、またジュラシックパーク系統のおもちゃなんですが、ブラキオサウルスのフィギュアですね。はい、こんな感じです。 えー、これはまあ説明不要ですよね。あの名シーンを再現したような感じのフィギュアになります。まあ、1作目の、えー、あのシーンですね。はい。えーん、まああの炎の王国でね、似たようなシーンがあって、まあ結構、うん、まあ、あのー、印象的だった人もね、多いんじゃないでしょうか。はい。まあ、あの感じでね、無理やり出したようなあの感じだったので、僕はあんま好きじゃないですけどね。はい。えー、っていう感じなんですが、 はい、えー、こんな風になってます。えー、っとね、これね、ティラノサウルスがさえあればコンプリートなんですけど、ティレックスがなかったですね。えー、次ですね。これ見つけた時はすごい嬉しかったです。えー、一作目のね、ベロキラプトルの赤ん坊がね、孵化しているシーンですね。はい。こんな感じになります。 造形がね、すごいリアルでいいですね。卵のこの独特な手触りというか材質っぽい感じもね、しっかりと再現されていていいんじゃないでしょうか。はい。これは、すごいいいですね。ただ残念ながら、あの、土台がついてたはずなんですけど、それがないですね。はい。ただ土台なしでもね、成立するような感じなんで、まあいいんじゃないですかね。はい。 同じものがね、もう一体あったので、二つ買いました。はい。まあ、一個は多分、アメリカの友達で、ジュラシックパーク好きなね、友達がいるんで、まあ、彼に渡すんじゃないですかね。 次です。アニアアニマルアドベンチャーのベルキラプトルのフィギュアですね。確かワイルドバージョンかなんかいう仕様だったと思います。はい。えー、こちらがですね、確か5000円ぐらいする、ね、プレイセットに、まあ、おまけとして入ってるような形で、普通のアニアの、ね、ラプトルとは少し形が違ってるんですよね。はい。えー、すごいちょっと前のめりになってるような姿勢なんですが、まあ、僕個人的にはまあアクションフィギュアっぽい感じで、ね、遊べるので、 えー、遊べるというかアクションフィギュアっぽい感じになってるので、えー、っと、まあ結構好きで、まあ1体持ってたんですけど、まあもう1体欲しいなと思って買いました。はい、値段はね、まあ、いつも買う恐竜フィギュアにしてはちょっと高めなんですが、まあいいんじゃないですかね。はい はい、えー、次です。ティラノサウルスのフィギュアですね。はい、こんな感じになってます。えー、こちらがですね、えっ、ー、とー、なんて言えばいいかな。多分なんか食玩みたいな感じのおもちゃの T レックスだと思いますね。はい。似たようなものをステゴサウルスのね、ゲットしましたが。はい、こんな感じですね。あ、違うかなこれジュラシックワールドの T レックスかな。ちょっとわからないですね。はい。お腹には、ちょっと書いてあるんですが、うまく読めないですね。 もしかしたら前回紹介したギガロトサウルスと同じフィギュアかもしれないですね。この岩がついている土台の感じはもろそんな気がしますね。はい。えー、次です。まあ、ポイント消化で買ったんですが、えー、っと、何かなこれは。まあ北のサウルス科の恐竜だと思いますね。はい。これはまあ あのー、多分ね、他のメーカーから造形をパクったものだと思うんですけど、結構リアルな造形をしてると思います。はい。えー、翌流のフィギュアですね。はい。ハチゴプテリクスかな結構ね、翼がね、退化してるような感じの見た目をしてるので、多分飛べないんじゃないかなちょっとわからないですけど。はい。こんな感じになってますね。はい。 珍しく土台もついてるので、ちゃんと飾れそうでいいですね。海洋堂もね、古いものはあまり見かけなくなりましたね。えー、あとはね、えっ、ー、と、これはまあ、まあ一応買いましたけど、あのー、まあいいや、はい。カマキリの部屋ですね、はい。 えという感じでですね、えっと、今回紹介していったものが、えー、以上なんですが、えー、ゴジラ系統がね、ちょっとありますよね。はい。まずはこちら。えっ、ー、と、ギャレゴジっていうんですかね。えっと、僕ね、あの、ゴジラの小さいソフビを最近ちょっと集め出してて、えー いわゆるギャレゴジもね、欲しかったんですけど、たまたまブックオフでね、500円で見つけたので買いました。はい。えー、いいですね。はい。やっぱこれくらいの大きさが僕的に好きなんですよね。はい。なんかこのギャレス・エドワースって監督はその後、ローグワンっていうスターウォーズの作品を監督したんですが、ローグワンも良かったですね。 え、ザ・クリエイターって映画をその後監督したんですけど、ちょっとそれはね、見に行けてなかったんで、配信サイトでちょっと見ようと思います。はい。えー、次です。えっ、ー、と、こちらですね。めちゃくちゃ大きいんですが、えっ、ー、とー、なんだっけな。えっ、ー、と、1997年かな。あのー、このイグアナっぽいゴジラですね。はい。えー、こちらがですね、えっ、ー、と、ちょっと見えるかな。 えっと、駅舟で動作が不可ということなんですが、まあ、安かったので買いました。はい。440円でしたね。はい。えー、こんな感じになります。はい。これはね、まあ、開封動画を撮るかどうかちょっとわからないですね。あの、この動画で見せて終わりな感じなんですが、えー、一応買ったという報告ですね。はい。 スペースの関係で邪魔になったらあのまたブックオフで売るかもしれないです。はい。えー、という感じですね。はい、えー。というわけでですね、今回紹介していった恐竜フィギュア系統は、えー、以上になります。はい、ちょっと、ね、手前の方に出していきたいと思いますね。はい、今ですね、あの100均のセリアのね、キャ,す、ね、キャンドゥか、キャンドゥの あのー、スタンドで撮ってるんですけど、形が、形がちょっと特殊で、あのー、撮りづらいんですよね。はい。なので、撮りづらいのとちょっと揺れるんですよ。はい。なので、ちょっとそこはご,ご了承ください。はい。えー、というわけで、はい。 ゴジラの大きいやつをのけるとこんな感じになりますね。はいえー、今回ね、ジュラシック・パーク系統のおもちゃが結構変えたのが良かったかなっていう感じですね。他にも結構どうかな、まあ、パクってるものもありますけど、クオリティが高いおもちゃが揃ってたんじゃないかなと思いますね。はいまあ、1体ずつね、おさらいしていって、えっと、良かったものをピックアップして終わりたいと思います。はい、まずは、 ミニチュアプラネットのベロキラプトル。えー、スピノサウルスですね。のガチャガチャですね。ジュラシックパークの。はい。えー、ベロキラプトルの、まあ、卵の状態ですね。シノケラトプスだったかなちょっと名前を覚えてないですね。えー、ブラキオサウルスの、えー、ジュラシックパーク一作目のね、シーンですね。 ワイルドバージョンのベロキラプトル。ステゴサウルスのジュラシックワールドのミニフィギュアですね。えー、同じやつですね。ラプトルの。はい。えー、ミニチュアプラネットのカルノタウルス。はい。多分ね、これ、ジュラシックワールドのおもちゃだと思うんですけど、ティラノサウルスのフィギュアですね。はい。 テージノサウルスのフィギュアになります。はい。えー、T レックスのゴールドのフィギュアですね。ケツアルカートルスかなえー、竜脚類のフィギュアですね。ブラキオサウルス。ゴジラ。はい。カマキリのフィギュアですね。はい。そして、 大きいゴジラのフィギュアということで、まあ、やっとね、あのー、家に溜まってた恐竜のフィギュアの中古のフィギュアをね、まあ、開封はできたなものの、紹介はできたんで良かったですかね。はい。へ結構な数があるんで、まあ、今後のね、動画の方で消化していけたらなというふうに思います。はい。まあ、良かったフィギュアはね、今回、 どれも結構印象的で良かったですけど、まずは、で、これか。ジュラシックパークのね、ガチャガチャシリーズはこれ、すごい掘り出し物でしたね。これのね、ティラノサウルスの、えっと、2作目、えっと、ロストワールドの時のね、ワンシーンを再現したガチャガチャもあるんですけど、ちょっとそれはね、見つけきれなかったんですよね。はい。なので、今後行った時に変えればなと思っています。はい。 ミニチュアプラネットも、どうやって結構かっこいいですよね。はい。僕最初動画にしたのが、中型の T-Rex とトリギナトプスだったんですけど、結構ね、小型のミニチュアプラネットの方が造形はリアルですね。はい。躍動感のあるポージングが僕的に結構好きですね。はい。 あとは、ワイルドバージョンのベロキラプトルですね。これはね、ちょっとアメトイっぽい感じで僕好きなんですよね。はい。まあ、あとは、これから、このーレックスに関しては、あのー、ギガルトサウルスと一緒にね、ぜひ写真を撮りたいですね。はい。えー、こんな感じです。はい。ええー、というわけでね、えー、今回は以上になります。はい。 ええー、というわけでね、まあ今後もね、動画の方でいろいろこちらの恐竜開封予定なので、ねえー、そちらの方でね、楽しんでいただけたらなというふうに思っています。はい。ええー、という感じですね。はい。えー、というわけで、えー、僕のチャンネルではね、恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん上げてます。はい。まあ恐竜好きな方がね、楽しめるようなコンテンツを目指してますので、えー、ぜひね、恐竜好きな方、まあ興味ある方ね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 はいコメントもね大事に読ませていただいてますはいまあ来月にはね1万人いけるかなっていうかいきたいなって思ってるので、えー、ぜひね応援の方よろしくお願いしますはいえー、そんな感じかなはいえっとねジュラシック・パークのフィギュア系統に関しては結構な量があるのでもしかしたら個別で 使ったものをね、紹介する動画をまた撮るかもしれないです。はい。えー、内容は変わんないですけどね。まあ、ちょっとまとめられたらなと思ってるので、ぜひね、ご覧ください。はい。えー、という感じですかね。はい。ぜひね、関連動画の方もぜひご視聴ください。はい。今日はそんな感じでした。えー、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。